よいよグループ A の予選が行われていきます。ぜひぜひフィニッシュエリアの方で、ご覧になっていってください。たくさんモニターありますしね。そして試乗会もやってます。抽選会もありますし、板やウェアなんかもね当たる抽選会もあるそうです。ぜひぜひ、フィニッシュエリアの方で皆さん楽しんでいってくださいね。なんかお菓子をくれたり、あと味噌汁も無料でお配りしてます。寒い人はちょっと足を運んでお菓子食べながらお味噌汁でも飲んで温まって、この選手ライダーたちの滑りを楽しんでいっていただければいいかなと思います。まあライブセッションなんで、みんなでフィニッシュエリアで盛り上がりつつライダーたちの滑りを見て楽しんでいければいいかななんて思います。さあ現在コースの方は一旦コースクローズ、コース整備の方が行われています。
ていくが、ここは118アウト、11で返してメインスタンス、3つ目のセクションのフラットダウン、メインスタンスからここはバックテールスイッチアウト。さあどうやらスイッチで4つ目のセクションに向かっていく。さあスイッチバックを打ってくる、スイッチ B ラインビタリときた。さあ5つ目のセクション、ここはストレートになってしまったか。おーっと大きく、ここはナックルでしょうかね、デコのところになってしまったか、大きく跳ね飛ばされてしまいました。5つ目のセクション、さあいよいよザ・スロープライブセッショングループ A、 まずは1人目ビブナンバー22のチョコバニラボール新井バニボさんが今1人目スタートしたところになっています。さあモニターの方には続いてのライダービブナンバー51をつけている安永颯の様子が映し出されていますね。でこちらの映像、先ほども少しお話ししましたけど、ユーストリームでも配信がされています。ユーストリームの方はスマホからも見れますからね。さあそしてスタート OK の合図が出ました。改めて紹介しましょう、ネクストライダービブナンバー51安永颯。さあ富士店で行われたディラックスカップから入賞してここへ登場している安永颯。さあバックボードからレギュラーアウト、この人はグーフィーフッターなのでこれがメインスタンス、そしてメインスタンスのまんまキャノンに向かっていく、キャノンレールから少しアウトずれてしまったか。さあそしてメインスタンスのままフラットダウン。さあここは何を仕掛けていくんでしょうか、バックノーズ、ここはしっかりとバックノーズで全抜き。さあジャンプメインスタンスからどちらに抜いてくる、ブラインドに来たバックセブン、ここはナックルに引っかかってしまったか。さあそして5つ目のセクションは入らずにそのままこの1本目のランを終えていきます。ビブナンバー51番安永颯。さあグループ A まだまだ始まったばかりです。ぜひ上国に来ている方々、このライダーたちの滑りを楽しんでいってほしいと思います。さあそしてモニターの方には続いてのライダースタートエリアの様子が映し出されています。ビブナンバー30をつけています竹下文也、モニターの方に映し出されていますね。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう、ネクストライダービブナンバー30竹下文也。さあハンターマウンテンで行われた雪番長スロープスタイルからここに勝ち上がってきているライダー、メインスタンスからバックノーズレギュラーアウト、そしてメインスタンスのまま2つ目のセクション。さあキャノンはここはどう料理していくか、15トゥイークのアウト、ここはスタイルをがっつり入れて見せてくる。さらにフラットダウン、メインスタンスからのアプローチ、何を仕掛けるか、ここは15バックノーズ、ここもがっつりとメイク。そして4つ目のセクション、スピードを煽ってくる、ここはオープン7メロンビタリときた。さらに5つ目のセクション、ここはちょっとスピードが合わなかったか、ここは入らずにそのままこのランを終えていきます。ビブナンバー30竹下文也。さあオープン7ビタリと来ていたんですが、逆に飛びすぎてしまったのかもしれませんね。さあそしてモニターの方には続いてのライダーが映し出されていますね。続いてのライダーはビブナンバー40をつける吉田正和、わしがたけで行われたディラックスカップからここへ勝ち上がってきているライダー、メインスタンスグーフィーの吉田正和、スタートの合図を待っているところです。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう、ネクストライダービブナンバー40吉田正和、メインスタンスからバックリップ、そしてレギュラーアウト、メインスタンスのまま2つ目のセクション、キャノンに向かっていくが、キャノンは何を仕掛けていくか、ここはバックボードからの27アウト、ビタリと決めてきました。さあフラットダウン、メインスタンスからここはバックノーズフロントとノーズノーズの乗り換え、さらに4つ目のセクション、ここはオープンを打ってくる、
オープンセブン、ここをしっかりと合わせてクラウチング、そして5つ目のセクション、ここは B3 ビタリと合わせてきた、ビブナンバー40吉田正和。ここはいいランを持ってきました、ビブナンバー40吉田正和。フラットダウンのノーズノーズ、バックノーズ、フロントノーズ、ここもかわしながらセブン、そして B3 と4つ目5つ目のここのキッカーのセクションもしっかりとこなしてきた、ビブナンバー40吉田正和。さあ、スタートエリアの状況をモニターに映し出し出されています。続いてのスタートはビブナンバー60藤沢智樹、スタートの合図を待っているところ。さあ、スタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう、ビブナンバー67藤沢智樹。さあ、メインスタンスからここは50ライド、メインスタンスのまま2つ目のセクション。さあ、ここは何を仕掛けていくか、50からインディエ、軽くノーズをシフトするスタイルを入れてくる。さあ、3つ目のセクション、フラットダウン、メインスタンスからのアプローチ、15バックノーズのレギュラーアウト、大きくクラウチング、ここはしっかりとコンパクトに、さらにここはバックセブンを合わせてきた。さあ、パンピングしてきた。5つ目のセクション、ここはちょっと距離が出なかったか、ストレートエアになってしまった、ビブナンバー67藤沢智樹。さあ、今ビブナンバー67番藤沢智樹滑り終えたところですね。スタートエリアでは続いてのライダー、ビブナンバー41太田昌司、スタートの合図を待っているところです。ザ・スロープライブセッション6シーズン、現在グループ A1 本目のジャッジランが行われているところです。モニターの方にはスタートエリアの状況が映し出されています。各ライダー、この5つのセクション滑ってポイントを争っているわけです。さあ、スタート OK の合図が出ました。続いてはビブナンバー41太田昌司、鷲ヶ岳で行われた D ラックスカップで入賞してここへ登場。メインスタンスからバックボード、そしてメインスタンスレギュラーのアウト、メインスタンスのままキャノンに向かう、ここは B1 アウト、軽くステールグラブを入れながらスイッチスタンスからフラットダウン、ここはキャブワイン、フロントスイッチアウト、ここはスタイルを織り込みながらのフラットダウンから、ここキャブでいく、キャブ5。さあ、5つ目のセクション、クラウチングからここはストレートでそのまま抜いていく、ビブナンバー41太田昌司。さあ、ノーメンバーのライダー、ビブナンバー41太田昌司、今1本目のランを終えています。
さあそしてモニターの方にはスタートエリアの状況を映し出されていますね。スタートエリアでは続いてのライダービブナンバー28をつけています池田翔輝、スタートの合図を待っているところです。ハンターマウンテンで行われた雪番長スロープスタイルの上位入賞者でこの大会に出場してきているビブナンバー28の池田翔輝がこの後登場してきます。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう。ネクストライダービブナンバー28池田翔輝。さあメインスタンスはレギュラーのライダー、まずはそのメインスタンスレギュラーでのスタートのダウンレール、フロントからのレギュラーアウト、ここはがっつりワンスタイル入れてきた。さあメインスタンスのまま2つ目のセクションキャノンレールに向かっていくが、ここは50からがっつりグラブを入れながらアウトを決めてくる。フラットダウン、ここはメインスタンスから何を打ってくるのか、ここはバックテールスイッチアウト、テールで流し込んでのスイッチアウト、スイッチでの4つ目のセクション、ここはキャブを打つキャブセブン。さあここは5つ目のセクションは軽くパスしていくというか、乗り面使ってのエアを見せてそのままランを終えていきます。ビブナンバー28池田翔輝。さあ池田翔輝滑り終えたところ、スタートエリアの映像映っていますね。続いてはビブナンバー57番脇田智樹、スタートの合図を待っているところです。ルーデンスで行われたパークセッション上位入賞でこの大会に駒を進めてきた脇田智樹、本大会注目のライダーでもあります。若干12歳のライダー。さあスタート OK、 ネクストライダービブナンバー57脇田智樹、メインスタンスレギュラーのライダー、メインスタンスからここはフロントのレギュラーアウトを決めてくるダウンレール、そしてキャノンレール、ここは何を打ってくるか、メインスタンスで突っ込んでくる、ここは50メロングラブを入れながらのレギュラーアウト。さあフラットダウン、ここは何を仕掛けてくるか、メインスタンスからフロント、そしてドライブさせたが、ここはちょっとドロップしてしまったか。そしてメインスタンスで4つ目のセクション、何を打ってくる、オープンに打ってきた、オープン5狙いだったか、ここはちょっとナックルに捕まってしまった。5つ目のセクションは入ることができない。ビブナンバー57脇田智樹。さあまだまだ本当に若手12歳ライダー、ビブナンバー57番脇田智樹、まずはジャッジライン1本目を終了したところになっています。さあそしてスタートエリアの映像が出てきましたね。スタートエリアにはビブナンバー45をつけている宮沢優太郎、ジャングルジャングルでディラックスカップ優勝してここに駒を進めてきているライダー。さあスタート OK の合図が出ました。ネクストライダービブナンバー45宮沢優太郎、彼もまだ若いですからね。さあスイッチからキャブワンイン5-0のダウンレール、メインスタンスで2つ目のセクションキャノンに向かう。さあここは B1 アウト15、ここは B1 アウトからスイッチへのフラットダウン。さあここはバックテール、バックノーズと乗せ替えてのレギュラーアウト、テールノーズ乗せ替えてきた。そしてメインスタンスからB7、 ランディングちょっとずれたか。さあそしてここは5つ目のセクション、軽く乗り面を使ってトゥイーク、ビブナンバー45宮沢優太郎。さあ優太郎くんもまだまだ若手、14歳5歳だったと思います。10代も頑張ってますからね。そしてスタートエリアの状況が映像見えてきました。
スタートエリアでは続いてのライダービブナンバー29大崎雅人スタートの合図を待っているところです。ハンターマウンテンで行われた雪番長スロープスタイルでの上位入賞者アトミックライダーの大崎雅人。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう。ビブナンバー29大崎雅人、メインスタンスレギュラー、メインスタンスのアプローチバックテールから27アウト、メインスタンスそのままキャノンに突っ込んでくる。キャノンはどういう仕掛けをかけてくるか。15 B1 インディグラブのアウト、スイッチスタンスからフラットダウンに向かっていく。さあスイッチからここはバックテールフロント、さらにスイッチアウト、イエーに3スタイル入れてきた。さらにスイッチからここはキャブを打つ、キャブ5グラブもがっつり入れてのキャブ5、そして5つ目のセクション、ここはパスしてそのままビブナンバー29大崎雅人。さあフラットダウンのさばき、いいものを見せました大崎雅人。さあそしてモニターの方には続いてのライダー見えてきましたね。ビブナンバー34石田隆博、ノーベンバーインターナショナルコンプでここに勝ち上がってきたバートンライダーの石田隆博。スタートエリア少し笑顔が覗いていますね。先ほどの公開練習もかなりぶっ飛んでいましたが、ジャッジラン1本目どんな滑りを見せてくれるのでしょうか。非常に楽しみなライダーだと思いますね。皆さんももうご存知だと思いますね、石田貴博。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう。ネクストライダービブナンバー34石田貴博。さあメインスタンス、ダウンレールはフロント、乗ってる時間も長い、合わせうまいですね。そしてメインスタンスからキャノン。さあここは何行く、インディクレール50ライド、インディクレールメインスタンスからのフラットダウン、ここはバックノーズレギュラーアウト、メインスタンス4つ目のセクション、何を打ってくるか。ここはブラインドできた、バックセブンレイトコークのバックセブンから、そして5つ目のセクション、ここはストレートでそのまま抜いてくる。ビブナンバー34石田貴博、4つ目のジャンプさすがの飛びを見せました、石田貴博。さあそしてスタートエリアの状況がモニターに映し出されています。ビブナンバー15をつけている山木敦史。さあ K2 のライダーでもあります山木敦史が続いて登場してきます。K2 は下でもね試乗会やってますんでね、多分 K2 のスタッフの方々がこう注目しているとは思います。そのプレッシャーの中スタートエリア山木敦史スタートの合図を待っているところ。さあスタート OK の合図が出ました。改めてご紹介しましょう。ネクストライダービブナンバー15山木敦史。さあメインスタンスレギュラー、メインスタンスバックボードからレギュラーアウト、さあリップバックボードメインスタンスのアウトから、ここはキャノン 15B1 アウト、スイッチスタンス、そしてスイッチのままフラットダウンに向かう。フラットダウンはバックボード、ここはレギュラーアウト、がっつりど真ん中でフラットダウン抜いてきた。そしてメインスタンスから4つ目のセクション、ここはオープンセブン、ピタリと決めて5つ目のセクション、ここはストレートになってしまった。ビブナンバー15山木敦史。さあビブナンバー15山木敦史滑り終えたところです。そしてスタートエリアの状況が見えてきましたが、スタートエリアでは続いてのライダービブナンバー55をつけています関口隆史スタートの合図を待っているところです。さあ関口隆史はルーデンスのパークセッションで優勝、そしてザ・スローク2012のベスト4入りしているライダーですね。
公開練習もいい滑り見せていましたが、ルーデンスのパークセッション僕も喋りに行っていましたが、いい滑りを見せていました関口隆。さあこの後のジャッジライン、一体どんな滑りを見せてくれるのか非常に楽しみなライダーでもあります。さあザ・スロープライブセッション6シーズン、現在グループ A のジャッジライン1本目が行われているところです。フィニッシュエリアにはたくさんモニターの方がありますからね、モニターで、今スタートエリアにいるライダーの映像とかが見えていたりすると思います。でこちらの映像の方は Ustream でも配信しています。ザ・スロープのホームページの方から Ustream チェックできますんでね、でスマホでももちろん見ることができるんで、ぜひ皆さんそちらの方もね楽しんでいただければいいかなと思います。さあ準備 OK の合図が出ました。 NEXT ライダー VIP ナンバー55関口隆。さあサロモンライダー関口隆、サロモン下で試乗会をしてますからね、ここは注目浴びてるところでしょう。メインスタンスのアプローチ、フロントテールからの27、いい返しを見せます。そしてメインスタンスキャノンに向かってくる。さあこのキャノンは15トゥイークアウト、ここはスタイルをがっつり見せてきた。さらにフラットダウン、メインスタンスからのアプローチ、ここはフロントノーズ、メインスタンスレギュラーでのアウト。さあ何を打ってくるのか、オープンできた、オープンセブンミュートグラブ、ビタリと決めた。さあ5つ目のセクション、ここはブラインドシフト、ちょっとバランスを崩してしまったか。ビブナンバー55関口隆。さあジブのさばき、それからオープンセブンのミュート、オープンミュートは結構えぐいグラブだと思いますけどね。さあそしてスタートエリアの状況がモニターの方を映し出されています。モニターの方にはビブナンバー2をつけている上村幸太郎、もちろんこのザ・スロープインビテーションライダーでもあります上村幸太郎がモニターの方に映し出されています。さあスタート OK になりました。 NEXT ライダービブナンバー2上村幸太郎。さあレギュラーメインスタンス、バックリップフロントテールスイッチアウト。さあそしてスイッチのまま向かう、ここはカノンバックボード、そしてスイッチアウト、軽くいってますがフラットダウン、ここはノーズかけてくる、ノーステール、そしてメインスタンス、オープンに抜く、オープンセブンビタリとくる。そして5つ目のセクション、ここはちょっとスピードが合わなかったがリップでこのランをやめていきます。ビブナンバーに上村幸太郎、テールノーズの乗せ替えのフラットダウン、さばき半端ないですね。そしてスイッチスタンスなんですけど、スイッチなのかメインスタンスなのか本当に分かりにくいライダーです。それだけ一応レギュラーだという話なんですけどね、たまにグーフィーで出たりとかもしてますけどね、不思議な、本当にスタンスもどっちっていうのは全くないですからね、小太郎は。
さあそしてスタートエリアの状況がモニターの方を映し出されています。ビブナンバー46をつけています。坂下空スタートの合図を待っているところですね。ジャングルジャングルで行われたディラックスカップ2でここに駒を進めてきたホリデーのライダー坂下空がスタートの合図を待っているところです。さあスタート OK の合図が出ました。 NEXT ライダービブナンバー46坂下空